8月2日、松山市西羽町のポリテックセンター愛媛で親子ものづくり体験教室が開かれました。このイベントは平成19年から毎年開催されていて、今年で9回目です。今年は水鉄砲作りや真鍮メダルの作成、アルミストラップ作りなど、小学4年生から6年生までを対象にした9つのコースが設けられました。合わせて会場内には小さな子どもも遊べるミニものづくり体験のコーナーも用意され、大勢の人でにぎわいました。参加者は年々増えていて、今年は200組以上が参加しました。機械とか電気、溶接、建築のコースになってますので、例えば、アルミを使ったストラップ、それから真鍮を使ったオリジナルのメダル、ヒノキを使ったセパタクローボール、それからソーラーカー、こんなものになっております。普段なかなかものづくりっていうのに親しむことがないと思いますので、今回は親子でこうコミュニケーションをしながら楽しく自分のオリジナルのものづくりをしていただけたらと思ってます。みきゃんが今年は、やってきました。みきゃんは記念撮影のコーナーで、今日来ていただいた児童の方々と楽しく記念撮影をしていただきました。ポリテックセンター愛媛、なかなか聞き慣れないところとは思いますが、職業訓練とかものづくり、いろんなことをやっておりますので、ぜひお越しください。上下上下って頭を使って考えるところが難しかったです。去年も同じものを作ったけど、今年の方が上手に作れてよかったです。家でも遊んでみたいと思いました。糊をつけるときに結構量が分からなかったりしたので大変だったけど、きれいに作れてよかったです。なかなか物を作る環境がないので、いい体験になりました。中には大人も苦戦するような作品もあり、参加者たちは楽しそうにものづくりに取り組んでいました。